はい、皆さんこんにちは。今日はですね、昭和レトロな、手動コーヒーミル、スターコーヒーミル、これは日本紘基株式会社が、作ったミルなんですけどね、昭和の喫茶店を代表する、ね、素晴らしいこの重厚な手動式のコーヒーミルですね、これね。いろんなね、コーヒーミルはあるんですが、これがね、なんか一番いいような気するな、これね。これ、鋳鉄製で、高さが33センチ、幅が20センチ、奥行きが23センチ。で、重さが8キログラムもあるんですよね、これね。非常に重たいということでね。今日はこの説明を しようかと思いますね。これゆっくりね、見てもらいたいんですが、これだけ、今コマンダンテだとかね、出てきまして、それがいいなんていう人がいますけどね、これを見たらね、コマンダンテなんていうもんでないよね。この重厚さ、ね、この綺麗さ、これがすごいんだよね。コマンダンテが何だっちゅうんだよ、これ。ねえ、このスターコーヒーミル、格好がまずいでしょ、これね。ねえ、これだけのコーヒーミルなんていうのは本当ないんだ、今までね。これは非常によくできててね、こういうね、粉を入れて、ここで調節もできますしね、非常に素晴らしいですね。ただここがね、ちょっと 開けると擦れちゃうんだよ、これね。で、持ち上げればいいんだけども、ここが擦れちゃってね、こうやって傷がついちゃうもんだから、こうやってセルロイドかなんか当てないとね 傷ついちゃうんだよ、本当にな。引き出す時にちょっと上に向けてね、やってもらうと傷はつかないんですけどね。今回はこういう、下敷きを入れるとね、大したらいいかと思いますね。本当にね、これだけの素晴らしい、コーヒーミルっていうのはなかなかね、手に入らないんです、本当ね。もうこれ作ってないからね。日本紘基株式会社って名前はあるんだけどね、ネットで調べると出てくは来るんですけど、実態がよく分かんないわな。このアナログなね、味のある粉にして美味しいコーヒーを入れるね、素晴らしいね、本当にね。本当にこれだけの立派なね、コーヒーミルを手に入れて本当に良かったです。今日はこんなとこかな。今日はスターコーヒーミルということで、この素晴らしさをね、今日は撮ってみました。今日はこんなとこかな。またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。よいしょ。